クロワークス。はい、どうもクロワークスです。ということで本日はですね、急遽カメラを回しているんですが、今私がいるのはですね、クロワークスベースのある千葉県香取郡多古町でございます。後ろにステッカー見えると思いますが、なんでクロワークス号を運転してるかっていうと、地元の農家さんがですね、新鮮採れたて野菜を譲っていただけるということで、今そのね畑に向かっているところでございます。その新鮮採れたて野菜がどうなっていくのか、こちらをですね本日は映像で皆様にお届けしていこうと思いますので、これね新しい形が出来上がるんじゃないかなと思って僕ワクワクしております。ということでですね、まずは千葉県香取郡多古町にある農家さんのですね畑にお邪魔していこうと思います。はい、ということで勢いで撮影を始めた私クロワックス優代表なんですけれども、実はですね全然着地点が見えてないんですよ。この動画撮影時点で着地点が全く見えていないので、どうなるかちょっと分かりませんが、まあね、この動画が出来上がる頃にはサムネイルタイトルも出来上がって皆様に公開されてるわけですから、どういう映像になってるかっていうのは多分今撮影してる俺よりも見てる皆さんの方が多分サムネタイトルで分かってると思う。そんぐらいの状態で撮影が始まっておりますが、果たしてどうなるのか今ちょっとワクワクしております。はい、ということで実際に撮影していこうと思います。はい、ということでここからアフレコ来たのはこんな感じの畑でございます。おネギがめちゃめちゃ立派に生えているこちらの畑なんですけれども、今回はねこちらのおネギを譲っていただきます。地元の農家さんにこのネギの収穫の仕方、引っこ抜き方を教えてもらいながら、はい、実際に引っこ抜いて見てるスグル代表ですが、やっぱ画角で見ても私スグル代表ずんぐりむっくりでございますね。はい、こんな感じで剥くんよっていうことでね、引っこ抜いた直後から剥いてその場で食すっていうのをこれからやろうと思います。これね生で食べれるんですよ。果たしてねそのおネギがどんなお味なのかっていう前にここ見てください。うわってこれすごくないですか。これね、何俺ネギ汁って呼んでたんだけど、ネギ汁って言うとなんかちょっと印象悪いですよね。なんですけどすごいんですよこの粘液。スーパーで並んでるネギしか見たことない僕にとっては、こんなね緑の葉っぱのところにこんなに水分蓄えてんだっていうのをね初めて知りました。はい、なんでねこうやってね今剥いてっていうんでもう一度見させていただいてますが、だいたい出荷の時ってこういうような形で外側のネギ左右1枚ずつぐらいを剥いて、その上で上の緑の葉っぱの余分な部分をカットして、それで出荷してるっぽいんですよね。まあもちろん今ね見えてる根っこの部分もですが、はい、どのネギを取ってもこんなにブシャーってこのネギのね水分が滴り落ちてくると、そんなねめちゃめちゃみずみずしいおネギでございます。そしてねスグル代表取れたてネギを生で実食ということで、これから実食していきますが、こんなにね豪快にパキンと割ってですね豪快に食していくわけですが、現場のスグル代表の感想は果たしてどうなのか、どうぞ。甘い、うん、苦くない辛くない、こんなうまいもんなんすかこれ。めちゃめちゃ糖度あるってわけじゃなくて辛みも感じるんですけど、食べた感じね、なんか梨とかリンゴとかそういうの食べたような食感と甘みを感じることができる。まあもちろんネギなんで辛みもあるんですけど、うまっ、食えますよこれ普通に。これはスーパーで並んでるネギは違うわ。はい、ということでこんな感じでですね、現地のスグル代表はいろいろ言っておりますが、とにかくね甘かった、まあ、もちろんネギなんで辛みも後から来るんですけど、本当にね梨食ってるとかねリンゴ食ってるかのようなね、そんなシャキシャキ感とフルーティーな風味が最初ありました。はい、こんなお野菜をですね譲っていただいて、果たして何をするのかということでですね、この後の映像をご覧ください。どうぞ。はい、ということで埼玉県のですね、僕の自宅に戻ってまいりました。ネギちゃんはこんな感じ。
はい、ということで場所は変わりまして、埼玉県越谷市、僕の自宅があるところに来ました。こういうね、お米袋にいっぱい、おそらくこれで10キロ以上、下手したら15キロぐらいおネギがあるんじゃないでしょうか。このおネギをですね、譲っていただいて埼玉県まで運んでまいりました。はい、ということで場所は変わりまして、僕の幼馴染のですね、安藤くんがやっているバルリモンチェロに来ました。これね、最近絵描きさんに注文をして壁に絵が描かれたっていうようなね、そんなことを話してましたが、めちゃめちゃおしゃれなお店でございます。初期のね、クロワークスのオフ会なんていうのをここでね、開かせていただいたりもしたこともあるんですけれども、クロワークスのコアな視聴者さんはですね、こちらのお店に何度か通っていただいている視聴者さんなんかもいるお店でございます。このね、いろんな料理があるんですが、こちら、はい、僕好きなのがね、トリッパっていうね、牛のもつのトマト煮的なのがあるんですけど、あれめちゃめちゃうまいんですよ。これね、お店に来られた際はですね、一度トリッパを食べてみることをお勧めします。ここのね、マスターやってる幼馴染の安藤くんはですね、日本食、洋食、パティシエとですね、料理の経験めちゃめちゃある、美味しい料理を出してくれるお店でございますので、気になる方はですね、下の概要欄に貼り付けておきますので、よかったらお店訪ねてみてください。はい、ということで出来上がりました、ネギ醤ということでね、ネギのアヒージョを作ってもらいました。この音たまらなくないですか。ということで実食。はい、ということでこれ見てください、ネギ醤できましたよ。あの畑でね、畑で僕が引っこ抜いてきたネギ醤とは思いませんが、はい、ということで実際にレッツ食しましょう。うわ、この中にさっきから、ね、甘い匂いがすげえしてきてるの。いただきます。うめえ。まやな、これね、ニンニク入ってるんですよ。これね、見てください、こうやってね、スライスされたニンニクとかが入ってるんですけど、めちゃめちゃうまい。これネギの甘みがめちゃめちゃ出ております。いや、取れたてのお野菜、しかもね、立派なおネギをこんな感じでね、引っこ抜いた、早ければ引っこ抜いたその日にいただけるっていうのがめちゃめちゃ贅沢ですよね。そしてですね、今回はネギだけじゃなくて、こちらさつまいも、シルクスイートも譲っていただきました。こんな感じでね、大きく育ったお芋ちゃん、こちらがですね、このリモンチェロでどうなるかというと、シルクスイートの焼き芋ということでラインナップに上げてもらいました。そしてですね、こちらメニューが書き換えられました、今だけタコ町ネギ醤ということでね、このネギ醤もですね、食べ終わった後、こういうバケットにですね、オリーブオイルをつけて食べると美味しいんですよ。そしてこちら、これもですね、たまたま僕がいいタイミングで来たということで出していただきました。これ皆さんご存知、油坊主でございます。 YouTube でね、結構紹介されてますよね。はい、ということで今回こちらでございますよ、ね、ネギ醤をね、撮影しに来させてもらったついでに、俺めちゃめちゃ食事をさせてもらってるんですけど、これね、油坊主最強味噌焼き、めちゃめちゃ油すごいやん。まあこれね、 YouTube とかでも結構この油坊主って紹介されてたりするんですけど、このね、お魚の脂が体、人間がね、なかなかこう分解できないらしい、なかなか分解できないらしいんだよね。だから食べ過ぎるとよくない、ギリギリのサイズで小分けした脂坊主をいただけます。これうめえわ、めっちゃ油よ。もうね、何、油好きにはたまらない。なんか多分本当にこのね、こんだけ、こんだけよ、こんだけもう映ってるの分かる、このこれ、こんだけ、こんだけもう滴り落ちるぐらいに、このある油がね、もしね、人間の体で分解できない油だとしたら、それやべえわこれでもね、その油が美味しい。
うめえ。もうね、あの魚さばく系 YouTuber とか釣り系の YouTuber さんがよくね、この油坊主の料理とかっていうのを出してね、動画にされてたりしますけど、もう初めて食ったわ。これうめえ。そしてね、もう食べかけですが、お肉と糸よりだいのなめろうなんていうのも出していただきました。果たして本当にここはバルなのかっていう感じでございますが、はい、こんな感じでですね、今編集はですね、このリモンチェロでさせていただきました。こんな感じでね、下に概要欄貼っておきます。リモンチェロの SNS 貼っておきますので、こちらのタコ町ネギージョンの情報なんかもご覧になっていただければと思いますので、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。